永翔太 0.84。 5月18日日本時間19日ロカブス対パイレーツ戦に今永翔太投手が中4日で先発。初回の先頭バッターにフォアボールを与えますが、それ以降は危なげない投球で相手打者を打たせて取るピッチングで7回まで4安打無失点のピッチング。7回ピンチの場面もあったが、投手むき出しの投球で3球三振に抑え、マウンドで雄たけびを上げる。味方打線がなかなか援護できず、7回まで両チーム得点なし、今永は7回でマウンドを降りて勝ちはつかなかった。防御率 0.84 となっている。防御率のこの数字エグすぎるだろ。7回ピンチの場面で3球三振は取り払った。相手投手もすごいけど、やっぱ今永すごいね。相手をキリキリ前にさせている。味方がエラーしてもその後しっかり抑える今永先制さすがのピッチング。あまりの試合展開の速さに今永のテンポの良さが現れている。実質初回のフォアボールだけで、それ以外はもう完璧すぎる無双投球。防御率の数字これ本当？驚愕の数字すぎて、これ化け物だお。これ投球すごいのに味方打線打ってくれよって毎回思うの俺だけか。お願いだから援護してくれよ。今永無双してるのにいつもヒヤヒヤする。早く点取らないと先生を休ませられないだろう。こんなに完璧なピッチングしてるのに勝ちがつけれないなんて。カブス打線援護なさすぎでしょ。今永がかわいそうすぎる。勝ちをつけてあげたかったのに、援護ないと無失点に抑えるも勝ちつかないじゃん。この防御率半端なさすぎるでしょ。 0.84 って今永無双じゃん。1試合1試合の投球が素晴らしすぎて感動する。マウンドでおたけり上げた時はめっちゃかっこよかったし、鳥肌立った。こんだけ頑張ってるのに縁もないなんて。防御率こんだけ化け物な数字出してるのに。防御率見てこんな数字あるって思ってびっくりしたんだけど、これ日本でもない数字やろ。それをメジャーでやっちゃうなんて。これ今永先生の勝ちに値する活躍をどうにか勝ち投手にしたいのに。カブス打線頑張れよ。これどこまで今永はメジャーで無双するんだろう。ここまで来たら防御率もシーズン最高記録を出してほしい。メジャーで日本人投手が防御率 0.84、 日本人としてとっても誇らしい。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。